私のこと嫌いならいいのよ。私のこと嫌いならいいのよ。私のこと嫌い。バカケンジ、こんな時になんてことすんのよ。私ファーストキスだったのに。安心していい、俺もだよ。ケンジ。めぐみ。はい。そういうコスプレで風邪ひかないようにね。何？形容しがたいです。なので動作で表現して差し上げました。仕事に戻ります。どうもありがとう。千早さん、優しいのはいいけど、こういう時はもっとこう、そんな露出の高いコスプレするなとか言って。バカ。おまじないよ、派手にやりなさい。どうすればいい、どうすれば。神より簒奪した剣能を振りかざし、地上の万人からも支配されないがゆえに、気持ちは変わる。そんなこと。実際に変わったでしょ。ちょっと前まであんなにナナミちゃんのこと好きだったじゃない。気持ちは変わっちゃうんだよ。遠距離なんて無理だよ。だったら遠距離じゃなかったらええんじゃろ。そんなに不安なら俺も東京に行ったら。バカなこと言わないで。そんなことされても私困る。嬉しかったの。付き合ってくれって言ってくれたのも、東京に来るって言ってくれたのも、私ほんまはもっと一緒におりたい。こんなんじゃ全然足らん。もう行かなきゃ。これちょっとちょうだい。あ、それ俺の飲みかけ。はい、サンキュー。あ、うん。